ベンハーは、1959年製作のアメリカ映画、ルー・ウォーレスによる小説、ベンハーの3度目の映画化作品である、ウィリアム・ワイラー監督、チャールトン・ヘストン主演、同年アカデミー賞で、作品賞、監督賞、主演男優賞、助演男優賞を、はじめ11部門のオスカーを受賞。この記録は、史上最多記録でその後長く続き、タイタニック、ロード・オブ・ザ・リング、 王の期間がようやく同じ11部門受賞で並んだが、現在もアカデミー賞の史上最多受賞作品の一つである。アメリカのルー・ウォーレスが1880年に発表した小説ベン・ハー、エーテール・オブ・ザ・クリストを原作に、1907年に15分のサイレント映画で制作され、1925年に同じサイレント映画で2度目の映画化でラモン・ノ・バロがベン・ハーを演じ、 これが大ヒットとなった。そしてこの2度目の時にスタッフとして参加したウィリアム・ワイラーが34年後に監督として70ミリで撮影し3度目の映画化したのがこの作品である。主人公、ベン・ハーオ、チャールトン・ヘストン、メッサラオ、スティーブン・ボイド、他にジャック・ホーキンス、ハイア・ハラリーとヒュー・グリフィスが出演。チャールトン・ヘストンがアカデミー賞主演団優勝。 ヒュー・グリフィスが助演ン,ン優勝を受賞し、ウィリアム・ワイラーはこの映画で3度目の監督賞を受けている。平成ローマの時代に国を失った民族であるユダヤに生まれた青年、ベンハーが過酷な運命に巻き込まれ、ある時は復讐に燃え、ある時は絶望に陥りながらも、神がなす号により再生されるまでの奇跡と、その変歴において姿を現して、道を称す救世主。 イエス・キリストを絡めて描く。原作の副題に、キリストの物語とあるように、キリストの生誕、受難、復活が、ベンハーの物語の大きな背景となっている。この映画はタイトルが出る前に、キリストの生誕で始まり、キリストの処刑とともに復活で、ベンハーの物語が終わり、宗教色が色濃く出ている。1959年11月18日に、 プレミア公開され212分の対策ながら、全米公開後、芝叩く間にヒットとなった。同様に、全世界でも公開されてヒットした、54億円もの制作費が投入されたが、この映画一本で、倒産寸前だった MGM を一気に立て直すことが、できた。九百六十年四月一日から東京は、テアトル東京、大阪は、OS 劇場で、ロードショー公開され、 他都市も、東方洋画系で公開された。テアトル東京では、翌年61年7月13日まで469日間に、わたって上映され、挿入乗者数95万4318人、1館の興行収入3億1673万円を記録した。全国各地の上映の後に、配給収入は、最終的に15億3000万円となった。 日本での一般公開は1960年4月1日だが、これに先立ち同年3月30日には、テアトル東京でチャリティ上映が行われた。この時、昭和天皇、皇順皇后が招かれ、日本映画史上初の展覧上映となった。ヘストン夫妻もこの場に立ち会っている。本作は、作品中に著作権表記がなかったため公開当時の、 アメリカの法律により権利放棄とみなされ、アメリカにおいてはパブリックドメインとなった。ベンハーを演じるチャールトン・ヘストン・ベツレヘムの星々が輝くした馬小屋で救世主が誕生してから26年の月日が過ぎた。ユダヤ人が住む辺境のイスラエルでは、政務を見する総督の交代が迫っていた。裕福なユダヤ貴族の若者、ジュダ・ベンハーは軍司令官として戻ってきた旧友メッサラとの 再会を喜ぶ。ユダヤの民が希望の光とする、救世主の存在を、未開の顔面と否定する一方で恐怖をも感じていた、メッサラは、王家の流れを組み人望のある友人ベンハーに、ローマ側に協力するよう求める。しかし、同胞の苦難に心を痛めていた、彼は、その誘いを断った。新総督を迎えた日、ベンハーの館より瓦が滑り落ちて、総督の行列の中へ落下する。 暗殺を疑われた、彼を、メッサラは弁護することなく、見殺しにした。混乱の中母のミリアム、妹のティルザは、行方知れずに、自らも、奴隷の身分に落とされ、死ぬまで、ガレー船の鎖に繋がれこぎ手となる運命に見舞われる。刑を執行するため護送される中で水を与えられず、乾きに苦しめられ、移動前に崩れかけたその時、通りがかった一人の男が彼を抱きかかえ、 桶より水を飲ませる。ローマ海軍の総司令官アリウスは、マケドニアとの戦いの前に、戦争で強い眼差しを放つ奴隷に目を止めた。それは3年間にわたり、信仰と復讐の念によりが冷戦の区域を耐えた、ベンハーだった。実の息子を失い神の姿を見失っていた、アリウスは、海戦の混乱の最中、彼に命を救われ、心の支えを得た。かくして、 アリウスを養父とし、戦車競争の騎士として、第二の人生を得たベンハーは、ローマ皇帝、テベリウスの恩恵により、市民権を得た。自由になったその夜、彼は、無償の愛に感謝しながら、母と妹を探すために、故郷へ戻る決意をアリウスへ伝えた。奇境の途上、救世主を探す博士と出会い、偉大な道を歩んでいる人の存在を知らされる。また、イルデリムからは、 メッサラの様子を聞かされた。アラブの富豪だが、ローマへの敵外心に、盛んなイルデリムは、戦車競争で上昇を続けるメッサラを打ち任せようとしていた。旧敵の名前を耳にして、身の内に燃えるものを感じたベンハーダが、エルサレムへ戻る。荒れ果てた我が家には、火災のサイもニですと、娘のエスターが隠れていた。拷問により、半身不随となっても誠実なままの友との再会を、 喜ぶが、ミリアムとティルザの姿はそこにはいなかった。ベンハーの奇凶な法は、メッサラの知るところとなり、母と妹を地下牢に閉じ込めた、ローマ側は、二人を解放しようとして生算な光景を目にする。豪病に侵されたミリアムとティルザは、世間から離れる前に一目でも、ベンハーを見ようと、夜に紛れて、屋敷に入ってきた。偶然にエスターは二人と出会い、 ミリアムから自分たちは死んだことにするように約束させられる。戦車競争エスターはミリアムとティルザがすでに死んでいるとベンハーに伝える。苦悩を深める恋人に心の平安を求め生き直す道を歩んでほしいと願うエスターだが彼女への愛情を抱きながらも怒りを抑えることはできなかった。巨大な戦車競技場で両者は対決の日を迎え神への許しを求めつつ 復讐に燃えるベンハーは、ビルデリムが提供した瞬馬を戦車に繋ぎ、大観衆が見守る中で、メッサラとの戦いに臨む。壮絶なレースの末、ついに彼に勝利した。ユダヤの誇りを守った英雄を包む、熱狂の影で、メッサラは戦車に引き潰され、瀕死となる。結果的に復讐は達成されたが、ベンハーはあまりに無残な姿に変わった旧敵を前に、言葉を失う。しかし、 メッサラから、戦いは、未だ終わっていないと告げられ、母と妹が生きていること、合病の者が隠れす虫の谷にいると知らされる。そして密かに、エスターの後を追って、ホラーなで生きながら得る母と妹に再会した。ベンハーは、家族や親友を不幸にしたローマを憎み、市民権を放棄する。悩むベンハーにエスターは、救世主と言われるようになった、イエスの話をするが、 一向に聞く耳を持たない。やがてイエスが裁判にかけられて、張り付けにされるという話を聞いて、すがる思いで母と妹を連れて、町に繰り出すが、十字架を背負ったイエスを見て、あの時に水を恵み自分を救ってくれた人であった、ことに、ベンハーは、愕然とする。母と妹を帰らせて彼は後を追いかけ、そして倒れたイエスに今度は、水から水を飲ませたが、役人に蹴飛ばされる。 やがて、ゴルゴタの丘でイエスは、貼り付けの刑に処せられた。その直後ににわかに天から雷雨と大風が舞い、イエスの流した地が大地を流れていった。邸宅に戻った、ベンハー。彼は、自分の帰りを待っていたエスターに、十字架上のイエスの言葉を聞いた時に、しみが全部拭い去られた、と告げる。父を許した前、彼らは自分たちがしていることがわからないのです。と 彼の顔は穏やかで、優しさに包まれ、エスターは微笑みながら、彼を迎えた。ふと二人であの河原の屋上へ向かう階段を見上げた。上に、母と妹の姿。あの雷雨の中でホラー穴に対比した二人は、急な激痛の後に、病が癒えていたのだった。ベンハーは、母と妹を抱きしめエスターも引き寄せながら、喜びを分かち合い、神の奇跡を知る。 長年チャールトン・ヘストンの吹き替えを務めてきたナヤ・ゴローはラジオ番組癒されば若元シーズンツバイに出演時吹き替えのキャリアにおいてベン・ハーを思い入れの深い作品の一つとして挙げている番組のパーソナリティである若元のリオも当時洋平一としてほんの一瞬出演していたと語っており若元もナヤも揃ってベン・ハーを 今の声優で吹き替えるにしても最近の声優ではアニメチックになる可能性が高く自分たちの世代の役者じゃないとベンハーの吹き替えはできないと語っている。ナヤゴロウとハザマミチオが共に務めているフジテレビ版とテレビ朝日版ではカットされている箇所が異なっているフジテレビ版には後半のベンハーが死の谷で母と妹を探すシーンやピラトにアリウスからの指輪を返すシーン ユダヤ人への差別的な発言が多いセリフはカットされているが、テレビ朝日版には存在する。日本テレビ旧版は企画段階で、チャールトン・ヘストンの声には、ナヤゴロウ以外の役者を起用するように、という要請が出ていたため、演出の坪井忠と水曜ロードショーの番組プロデューサーが相談した結果、石田太郎をヘストンの吹き替えに起用することとなった。 石田はこのキャスティングを不思議に思っており、後日、ツボイと再会した際に、どうして、あの時、自分を、ベンハーで起用したんだと話したという。テレビ東京版は2013年4月5日に、BS ジャパンの、シネマクラッシュ金曜名画座で、ノーカット放映された際、初回放送時に、カットされた箇所が同一声優で、追加録音された。その際、個人である、佐古マ人と、 小林勝彦の追加録音文は、瀬古隆丸と小島敏彦が担当した。この追加録音版はワウワウでは2014年2月2日、BSTBS では2015年6月13.14日の2夜、連続で完全版と名打って放送された。2017年1月25日発売の、吹き替えの力、シリーズ、ベンハー日本語吹き替え音声追加収録版ブルーレイ、には、 フジテレビ版と従来ソフト収録されているテレビ東京版に追加録音した BS ジャパン版が収録された。脚本のクレジットは映画ではカール・タンバーグ一人になっているが、実は彼とクリストファー・フライ、ゴア・ビダル、マックスウェル・アンダーソン、SN ・バーマンの5人で執筆したものである。ビダルは MGM が契約を2年残して彼を自由にするという条件で、 フライと共に脚本を再執筆することに合意したのだが、プロデューサーのサムジンバリストが死去したことで、クレジットの問題が複雑化してしまう。そこで、全米脚本家組合は、ベンハーの脚本のクレジットを、タンバーグのみとし、ビダルとフライの両名をクレジットしないことで問題を解決した。これについて、ベンハーの主演俳優、チャールトン・ヘストーンは、ビダルが執筆したと主張する。 同性愛の場面に満足せず、ビダルが、脚本に大きく関与したことを否定した。しかし、映画秘宝が2011年に、ビダルに行ったインタビューによれば、ビダルは脚本を盗まれてコピーされ、ノンクレジットにされたため、裁判沙汰に持ち込んだと主張している。アダムの創造、ハット AB、ベンハー。ボックスオフィスモジョ、2011年6月2日閲覧。 映画を知るための教科書1912から1979、3 2から 133P 3章、斉藤森彦著用泉社2016年3月発行、ヘラルドポニー版、レーザーディスクの解説文より、この解説文を書いた、日野光一は当時 MGM 東京支社の宣伝担当だった。このため、英語版の Wikipedia 及び Wikimedia Commons には、 高解像度のスクリーンショットがある。また、英語版ウィキクオートには、セリフの抜粋が収録されている。関連項目を参照。吹き替えの力弁は、2016年10月21日閲覧。追録版は、現名義のブロードメディアスタジオでクレジットされている。刑事コロンボ完全操作ブック228。ピータカラジマ社当初は2016年12月21日に、 発売を予定していたが、制作の都合により、発売日を延期することになった。ゴアビダル・イン・ヒズ・オウウワーズ・アワー、グレーテスト・リビング・マン・オブ・レターズ。ベリフネット、2001年11月17日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2016年1月12日閲覧。映画秘宝、ゴアビダル・インタビュー。ホマゲ2、ゴアビダル・ゴアビダルを叩いて。2016年1月12日閲覧。 ありがとうございます。